はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。じゃあ、ファークライ4。今回これパート6かな？コッププレイ。やっていきたいと思います。んでね、今回はじゃあ、全然中指立ててね、立ててね 今回はね、こちらの、今目的地で示したベルタワー、こっちのベルタワーを解放しに行こうかな。で、ここにパラグライダー、じゃないや、ハンググライダーがあるんだけど、これは いいよ、いいよ、絶対。もう一人だろ、絶対。二人なのかな？あ、乗れねえわ。じゃあ俺は個人で行くぜ。オッケー。おお。どこだろう？あっちか。こっち近いっすよ。1キロもあるけど、これ。よいしょ。早いな、お前。早いわ、これ。あ、あった。何？他にもあった。ハングライダー。本当に？イェーイ。あ、あったあったあった。ちょっと待って。絶対そっちの方が早いだろ。ちょっと待って。よいしょ。ぐわっ！あ、落ちた、落ちた、死落んちじゃった。た。はえ、落ちた。て、え、今、なんで？マップにあるヘリコプターを取ろうとしたんだけど、ちゃんと乗れなくて、ちゃんと降りれなくて死んじゃった。は？ちょっと待って、どうすればいいんだよ、俺は。今復活するわ、3秒後に。オッケー。そこでハンクぐらいだ。乗ってもどうしようもない じゃあ、はい。ちょっと待って、敵がいるわ。なんか。くらえ。ウェイ。探る。乗り物ね。乗り物ね。いや、じゃあちょっと。徒歩できた。あそこグラップルできるかな？できますね。ちょっとスキル割り振るわ。俺もやろうかな。スキル何？トラ上げていけばいいの？まあ、そこは任せるよ。どっちがいいのか全くわからん。テイクダウン実行時に自動的に敵からアイテム奪う。これつけこよれいいね。俺もつけた、今。う。OK。こっちだよ、こっち。こっち。グラップル。こっちね。これに、よいしょ。よやっし。ぱジャンプしながら登るのが早いの。いや、関係ないと思う。あ、そう。何見てんだよ。これまだ上行けんのかな、これ。いけんじゃね？とか、グラップルできそうなところあるかな。無理だったぜ、これ。ねえ よし、徒歩だ。降りてよくね。これ大丈夫か？オッケー、ノーダメ。なんかこの辺、うおあ、ここあれか、最初のとこか。お、あそこにあのヘリのマークあるよ。ー。マジで？ヘリで言おう。はい、ヘリ来ました。ヘリと呼んでいいか、こいつは。ヘリだよ、お前。はい、乗ります。ゴーゴーゴー。右ですよ。目的地右ですよ。あ、そっちね。と、結構遠いな。まあ、あそこ付近まで行っていいよね。うん。そんな敵いないよね。まだいないね。とりあえずカメラ構えてんだけど。じゃ、ここら辺で。その辺で降りよう。はい。もうちょっといいとこ行こうかな。え？さあ、今のところいないっぽいけど。気をつけていこう。あと、なんかヘビの 敵いないな。そんなことある？じゃあ、なんかやっぱ、蜂の巣がある。大丈夫か、あれ。いや、ちょっと 死んでんじゃねえか。
え、死ぬ。起きろ、起きろ。ちょっと強かった。え、死ぬ、死ぬ、死ぬ。え、死ぬ。蜂を舐めるな。蜂に手首折られた。手首どんだけ折りやすいんだよ。もう入れるか。この蜂め。何も取れねえのかよ、しかも。では登るぞ、登るぞ。トラックが近くにいる。ん？どれだ？あ、あそこ。あ、いた。待って、あれ。エルタワーより先にあれが欲しくなってきた。なんてあれって。あ、逃げてっちゃった。バカ野郎。追いかける、追いかける。あ、敵いるぞ、敵いるぞ、近くに。え？あ、行っちゃった。めっちゃ行っちゃった。ダメだ、あれ。パートナーが見つかりました。待ってみます、チークは。そっか、あれ、撃ったら中の人が出てくるとかそういうことじゃないんだ。大丈夫か？え、死んだ、ほら。財布がいっぱいですになんてなんだね。はい。知らなかった。財布いっぱいなんだけど。財布？今度は財布？うん。今言われた。じゃあ、とりあえずここ解放しよう。ほっ。おっ、あ、落ちた。ハーク。やっそうかよ。火炎瓶ゲット。ほっ。ここか。ほっ。なんか誰か助けてるって言ってんだけど。ほっとけほっとけ。上にいんじゃない？え、ここの上にいんの？いるいるいる。いると何でもいるから。こっちか。うわおっさんがな、この世の中に何やってんの、最近。タワーの探検をしてるんで。シェアしてないか、ほんとに。あ、あ、危ねえ、なんか乗り越えた。危ねえ、罰をした、なんか乗り越えた。あ、危ねえ、危ねえ。なんでこんな立て付け悪いところに。ほんとやな。だって即刻処刑されるって。マジか。ハクは処刑された方がいいかもしんないわ。どれだ？ん？どれだ？あ、これか。はい。放送を止めます。はい。OK、ナイス。OK。さあ、何を発見するかな？退院用クリニック。雨乞いのチョルテン。何だったんですか？アナシュールの火葬場。王立軍が普通にいますな。はい、OK。で、どんどん攻撃所で無料になっていく武器が増えていく。で、とりあえず今君はあれなのかな？あの、お金、だっけ？ああ。何が必要？別に、そんな重要じゃないと思うんだけど。そう？うん、じゃあどこ行こうか。ね、バーラルの川が1個必要かな。バーラルの川、うん、どっちに降りるか。いや、今度にしようか。え、ちょっとね、ここのマップが開放されて周辺にね、3つ、あの、多分ステルスプレーを必要とするような場所があるんだよね。うん。で、難易度、イージー、あ、全部イージーだ。じゃあ、キラチャ計量所ってところがあるから、ここ行ってみよう。こう。なんかジップライン。あれ？ヘリそういえば下に置いたんだっけ？あるよ、ここに。どっから下戻る？こっち。あ、そっち？お。あの塔を奪ったのは、勝利への一歩ね。いいよいしょ。いて、なんかダメージきた。仲間たちに声
が届くようになった。さあ、いいですよ。治療しよう。目は気持ちいい。天気も。さあ、難易度イージーっていうけどね。ちょっとそろそろ完全ステルスプレー、まあ、前回も完全ステルスプレーはしたんだけど、あ、今回も完全。ほんとあんなイージーダンスミスするやつがないわ。ちょっと左の方で下ろしていただこうかな。そう、丘の上でも行く？丘の上？さあ、この辺で行くか。俺のキャラ履いてる靴ボロボロなんだけど。かわいそう。よし。さあ。さあ、今度こそ。前回同様。やっていこうか。右から行きます。とりあえずカメラを。とりあえずカメラでね。なんかいるか？あ、いた。うん、あれ、いるけど。あ、映った。なんか光ってね。なんだこれ、光ってね。あ、すぐ近くにいた。ちょっと待ってよ、向こうから行こうかな。ちょっとグラップルしてね、こっちの丘の上から僕は。落ちた。こっちの丘から行きます。はいはい。俺は裏から行く感じにしようかな。キラちゃってね、なんかね、中に漂う名前で。さあ、いる敵はとりあえず全員漏れなくスポットしていこうか。ちょっと一人殺すわ。オッケー。こっちの屋根の上飛び移れるかな。ほっ、あ、落ちる落ちる落ちる。痛いのか、この子。オッケーオッケー。待って、二人いる、ここの下、真下に。あ、見つかる見つかる。あそこにいる敵やっちゃおう。警報器壊せばいいんですよ。でもそうだね、待って、めっちゃいる。俺今天井にいるんだけど。俺も天井に。あ、見つかる見つかる見つかる。天井に登ったなる。オッケー、どうしよう。ちょ待って、俺が後ろから殺すわ。あ、危ない危ない、そこ右いる、右左いる。おっ、完全ステルスプレーが、完全ステルスプレーが許せ。よし、ドンパチだ。おらやばい、すごい、やばい。だって、やばい、やばい、治療。いて、出て。まあ、別になんとかなるべ。待って、死ぬ死ぬ。治療。ショットガンかよ、お前。ほら、おい。センキュー。オッケー。あ、オッケー、もしかして。どうやってるのか。オッケーなのか。どうやってるんだ。あ、警報器ぶっ壊してねえじゃねえかよ。あ、警報器をぶっ壊す。待って、蜂の巣も添えられ。はい。あ、蜂の巣が、わっ、やばい、蜂の巣、いやぁ、ちょ、NO! あぁまさか蜂にやられた。蜂にやられたぞ。しっかりステルスしよう。ちょっとちゃんとステルスやろう。お前が全部スポットするまで俺待ってるわ。君もステルス、スポットできるなら、ママの方もちゃんとスポットは。いや、俺ね、裏からだから全然人が見えない。オッケー。まずあそこに一人。で、まだいるんだよな。建物の中からさっき二人出てきたから建物の中にもいるんだろうな。もうとりあえず簡単に殺しそうなやつ一人殺すわ今。いや、まだ殺さない方がいいわ。大丈夫大丈夫大丈夫。おい、見つかってんじゃん。あ、なんでだよ。ちょっと警報壊して。オッケー。今そっちに向かってる。警報壊した。いて、出て。テイクダウン最強だな。ちょっと治療しよう。ちょっと待って。動物いる。いや、ちょっとね、テンパって餌投げちゃったんだよな。おい、バカ野郎。ちょっと。はい。ちょ、餌は。いや、これは素晴らしいステルスプレーだ。外側ヒーロー。待って、ゾウエン来た。まず、治療。ちょっとなんだけど、俺。うわ、熱い。外が強い。
いやもうなんで手首折られて撃たれたのに。おかしくね。あ、死ぬ、死んだ。ほら、いて、倒した。素晴らしいステルスプレーだ。素晴らしいね。100点だね。100点満点。ちょっと待って、治療、めっちゃ治療。わ、代薬が皮膚にめり込んでる。で、もう一回治療。また、うん、補体。ここにまたあるぞ。マジで？うちの部下にももっと頑張ってほしいけど。じゃあ人助けミッションじゃね？人助けミッションか。ちょっと待ってね。あのひとまずあのまだあるんだよね。あの取ってほしい場所は。いいでしょ。今度こそ、いやもう一回ね、あの完全スティルスプレーを。ゾウさんいるじゃん。殺す？あれ待って。待って、誰かから通信が入った。私のスタジオに来てくれ、今すぐ。誰？あなたのスタジオってどこ？肛門を攻撃。ゾウ、死んだいや、ちょっと待って、全然近づけねえ。は強かった。はい、あ、俺まで巻き添え食らうじゃん。ちょっと待って手首が折れてるなんて待って、俺もやるぜ。あ、痛い。どうした。攻撃したらこんな自然なんてひどいよ。だ、攻撃するな、自然の脅威。ゾウ強すぎだろ。肉の塊。肉の塊。だけ。ね、マップ見てみたらね、どうも、コープ限定の要塞あるんだけどね、難易度ベリーハードなんだよね、これ。行くだけ行ってみる？行くんですか、本当に。我々まだ一回も成功してないよ。まあ、とりあえず、なんか、弾とか買いに行こう。あ、そう、じゃあ、一旦ファストトラベルしよう。バナプール。体力回復やっぱ大事だから。なんか武器とかもいろいろアンロックしてるから、ボディアマつけていこうかなと。それいいね。ボディアマつけて。お金たくさんあるから。メディカルシリンジを買えばいいの？メディカルシリンジあった方がいいと思うわ。見つかったか。サイドアームはいらないの。なんか、武器買おうかな、新しく。STG って買ってみよう。あ、STG めっちゃ強い。俺使ってる。本当に？うん。じゃあちょっと、どうしようかな。え、コクマがつけれんじゃん。ショットガンと切り替えて。コクマがつける。スコープもつけちゃおう。スコープもつけちゃおう。何でもつけちゃおう。拡張マガジンもつけちゃおう。ペイント、そうだね。プライマルにしよう。ハンターボーは何もできないのか。ハンターボーは何もできないのか。これ、リカーブ棒ってこれ。リカーブ棒？うん。買おうかな。リカーブ棒って、どれだ？あ、ほんとだ。あ、こっちの方が多分打ちやすいと思うから、こっちか。スコープもあるし。スコープもあるな。リカブも下に装備。俺と一緒じゃねえか。ふざけんな。あ、なんかマークスマンサイトとリフレックスサイトってあるんだ。なんか射程大事そうだから、マークスマンサイトにしよう。じゃあね。で、弾薬は一括で買って、で、不要品売却して。やるかな。の塊なんていらねえよ。で、スキルをね。プラスチックの像とか。スキル、ちょっと体力一増やそう。これで4つ。紛争ダイヤモンドゲットしてんだけど、サファイアもある。ハクハク、そんな、いいもの持ってるの。うん。先割れスプーン。ちょっと指見てみたいな。武器持てるところに進もう。体力増やしとこう、増で。オッケー。わ、すごいこれ。かなり最新鋭なスコープがついてるよ。お。これが STG。素晴らしい。じゃあとりあえず、またこの、まだこれ早朝じゃないかね、キラッと。お、いいじゃん。
まあね、さっきのみたいにね、カルマイベント。助けに行こう。よし。いくらさ、折り継ぐ相手だからってさ、4対1はないんじゃないか。リオヘイトークンくれるかな。ありがとう。心臓が破裂しそうだ。心臓が破裂しそうだ。結構。さあ、目的地はやや遠いですよ。まあ、ヘリやったら途中で乗ればいいんじゃね。オッケー。運転しろよ。俺が運転かよ。俺が乗ったわ。ちょっと待って、ちょっと遠くね。結構遠くね。遠いよ。さあ、ラビレイララかな、また。あれ、こっちヘリあるじゃん。うん。よし。行ってー車よし。運転しよう。お前が運転かい。はい。いいよ。運転しろ。待て待て、降りちゃった。よし。乗った？乗った。向こうか。2キロも先だな。遠っ。あ、怖っ。怖っ。遠っ。死ぬ気しかしねえ。あの。一瞬で終わる気する。いや、行け。行ける。ここを越えたら多分見えるんだろうな。多分要塞化されてるところだと思うんだよな。そうだろうね。あ、怖い。あ、怖い。めっちゃ煙出てるもん。待って、この辺で降りとこうか。そうだろ。スナイパーでも買っとけばよかったな。この辺で降りとこう。せやな。よし。で、このね、最新鋭のこのメートルが書かれたこのスコープにリカーブ棒になったのはいいんだけど、そういうのがついたところで一体どの辺で撃てばいいのかよくわかんないんだよな。それはある。要塞。要塞はより多くの部隊と強固な防衛で厳重に防衛された基地です。フレンドとコーププレイに招待して共に要塞を陥落しま、させましょう。ゆっくり AJ。はい。要塞、行きます。これ、テイク3ぐらいです。あれ、4じゃね？テイク4か、これ。頑張りましょう。頑張りましょう。もう、何回か攻めて失敗してるので、敵の武器持ってそのままになってます。とりあえず、僕がね、いくつか警報器破壊するので。あのスナイパーさ。あのスナイパーやろう、先に。あのスナイパー、俺、普通に殺しに行くわ、今。うん、もしくは弓で撃ってもいいよ。あ、やべ、落ちた。あ、最悪や。まじ、ちょっと弓でやっちゃうわ、じゃあ。あのスナイパー。よろしく。俺なんかスコープつけ忘れたからさ、弓。普通の弓と変わんねえんだ。ほっ。やった。ナイス。オッケーオッケーオッケー。とりあえずあそこだと死体はバレないはずだから。うん。で、あそこにもスナイパーでしょ？とりあえずこっちにそろっと移動して、警報器2つ見えてるところを壊して、んで、バレないように僕がだけ下に降りちゃって、向こうの警報器壊したら多分もうこっちのもん。さっきのスナイパーのとこから俺撃てねえかな。弓で？いや、もうだって最後の撃ったりバレてもいいじゃん。ああ、そっか。だから急がれて撃てねえ。多分とりあえず俺が警報器2つ破壊するの待ってね。うん。待って、屋根の上降りた瞬間、なんだって下の人が言うんだけど、動かなければバレないから降りるね。あ、狙えねえ。あれ、何も言わない。狙えない？
いやー、いけるかな、微妙なラインだな。だって、とりあえず警報器2つ壊すわ、こっちで。うん。待って、敵が。うん、ちょろっと見えるけど。ちょっと待ってね。待って、オッケー、右壊すわ。当たれ！ミスった。あ、いけるわ、いけるわ、いけるわ、多分。1個壊した。もう1つ壊すわ。よろしく。壊した。オッケー。あと1個。さあ、あとは俺次第だ。ナイス！待って、まだバレてないからね。あ、やばい、俺バレてる。オッケー、やろう。あの敵勝った。よし、倒した。頑張ってね、死なたように。こっちから LMG で撃ってるから。いいね、死んでね。待って、一人登ってきてる、一人登ってきてる。本当だ、本当だ、本当だ、本当や。待って、グレード投げよう。あ、グレードないし。お前生きて、頑張って。俺復活するわ。マジで。了解した。もうでも成功なくなったからいけんじゃね、はい、いけそうだな。一応カットしてあるんですけど、これテイク4なので、警報を壊さないと、ヘリコプターが呼ばれて、大変なことになるので。そうなんですよね。そうなっちゃうんですよね。こうなっちゃうので。普通にうめえわ。あれか？おい。おい、余裕か？余裕か？おい。まだいるな、どっかに。犬じゃね？こいつか犬か、このポチか、ポチか、ポチなのか、ポチやった、来た来た、おお、よよし要塞確保、最高だな、やったよ、いい終わり方ができるな、これでテイク4だね、これ、まあ、そこでさ、ベリーハードだっけ、いけたのに、ベリーハードバルジシャコットを征服した。この地域内の解放された基地はデプルールの軍隊から攻撃を受けることはない。お疲れ様。お疲れです。お疲れ様です。LMG 欲しいな。持ってるわ。んどこだ ?LMG 落としたやつ。LMG 落としたやつ。あ、いたいたいた。LMG もらおう。OK、じゃあ、なんとか。この高難易度の、要塞、落としたので、じゃあ今回は、ここまでしようかな。そうっすね。じゃあ次回もまたコープで、どっかやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。